応急処置を。横をよかれと言うて。出血が多い。絶対に許すな。その者の仕業ですか。ええ、恐れながら折しも共和国工作員の件があったばかりです。この者が内通者である可能性は。ベルヌ社製の火薬式拳銃、検知器にかからない特殊なものです。残念ながらその可能性は否定できませんね。帝国時事放送午前のニュースです。セドリック皇太子殿下の要請により、帝国政府は昨夜から戒厳令を発令。戒厳司令部が設立され、臨時代表としてルーファス総督が就任しました。また今朝の時点で帝都のみならず帝国全土の鉄道網も制限されています。現在総力を挙げて容疑者の背景を洗っています。詳細が分かり次第お伝えするので、心を強く持っていただきたい。皆さんの怒りと悲しみは必ずや報われることでしょう。トリスタ放送午前のニュースです。陛下のご容体は一進一退を続けており、予断を許さないと発表されました。オリバルト王子殿下よりメッセージをお預かりしています。陛下は未だ人事不正で、正直予断を許さない状況だ。だが流言飛語に惑わされず、自分を保ち家族や隣人と支え合ってもらいたい。希望の光は必ず見えるだろう。Thank you.
まさかアッシュが。最初はソリが合わなかったけど、何度も試練を乗り越えて、絶対にこんな強行を起こすようなやつじゃない。確かに路悪的なとこはあったけど、なんだかんだ言っても必要な時はちゃんと協力してくれたし、でも確かにどこか様子がおかしかったかもしれん。ハーメルの出身というのも驚きでしたが、ティータさん、お知り合いに別の出身者がいるんでしたよね。うん、まさか他にも生き延びてた人がいるなんて。できればリベールにいるその人にも連絡してあげたいんだけど。通信は使えなくされ、気候兵についても運用禁止か。こうなってくるとアルティナのことも心配だな。引き止めればよかったかも。リン君、まさかあいつがな。俺の責任です。タフでしたたかに見えて、どこか不安定なところがあるのは知って、ハーメルの剣が分かった時に見せた。なのに教官、失格でしょ。そいつは違うぜ。俺もちゃんとした教官をやるのはこれが初めてだし、それはトワちゃんも同じ。数ヶ月で完璧にやれるなんざ。そうだよリンク、大切なのはこれからどうするかってことだと思う。アルティナちゃんだって頑張っているんでしょ。先ほど緊急通信で臨時招集がかかりました。これから情報局本部に顔を出してこようと思います。大丈夫なのか、こんなタイミングで。心配ご無用です。ミリアムさんやアランドール少佐も、それよりもアッシュさんの方が心配です。それ確かに、あまりに突発的で裏があるとしか思えませんね。それにあの黒いもや、どう考えても何かあるよね。ああ、何らかの暗示か薬品などの力で魔術的な何かが使われた可能性もありえそうですし、ですからできる限り情報を手に入れてきます。同じ7組の仲間。ある、成長したな。ええ、頼もしいくらいです。臨時招集されようが、君の身分はトールスの学院生だ。理不尽に行動を制限されそうになったら、それこそバリマールの力を借りてでも迎えに行く。リン教官、私たちもだよ。絶対に迎えに行くからね。ああ、くれぐれもお気をつけて。では皆さんに無茶をさせないように頑張りますね。遅かったか。ううん、こっちのこと、僕
いいな、断じていいな。鉄と血をあがなってでも正義は執行されなくてはならない。見事だ、シークロアームブラスト。親愛なる帝都市民の皆さん、エレボニア帝国皇帝ユーゲントが着手。未だ陛下の重篤状態は続いています。無論最高の医療体制が敷かれていますが、どうか皆さんも女神に祈っていただければと思います。ですが今回の件で再認識しました。現在の帝国が置かれている潜在的な危機を、今回の実行犯の背後にどのような国家が関わっていたのかを、そこで私は皇太子として、陛下の代理として、この件についての全権を委ねたいと考えています。ご存知、ギリアス・オズボーン宰相。そして今回事件の対応に協力してくれた戒厳司令部臨時代表、こたびの事件の全貌は調査中ですが、使用された凶器は判明しています。カルバード共和国、ベルヌ社製、検知器にもかからない極めて特殊なタイプです。そしてここ数日、100名近い共和国人が帝都に潜入していたことも判明しています。帝国政府代表ギリアス・オズボーンである。今は陛下のご回復を祈る。どうして食い止められなかったの？だが諸君、果たしてこのままでいられようか。度重なる国境侵犯に武力侵攻、それが意味することは明白である。数百年に及ぶ帝国の宿敵、東の脅威、カルバード共和国による宣戦布告であると。言うまでもなく、かの国は強大です。ハントは帝国に匹敵し、国力もほぼ同等ならば、我々は生き残るための決断をすべきでしょう。貴族も平民もなく、個人や団体の違いな。この危機を乗り越えるため、全国民の総力を結集することを、それを可能にする画期的な新法を近日中に成立させる予定だ。国家総動